はい、今どこにいるかというとね、宮城県の仙台市にいます。仙台ってのは森の都仙台ということで、まあ、いつの間にかね、前俺20年ぐらい前だったかな、んか人口増えてますよね。100万人1回いかないぐらいだったんですけど、98万とかもうちょっと100万人っていうのがあったんだけど、まあ、合併したのか分かんないけど、とにかく110万人ぐらいの都市です。その中で、まあ、かつてはね、いわゆる仙台藩ということで、伊達家の仙台藩ということで、大越列藩同盟なんかでもね、その中でも結構、活躍した藩ではあるんだけど、そこのところの仙台ということで言います。仙台に関しては、ね、1ヶ月ぶりに戻ってきました。先月11月の5日から7日まで滞在してということで、7日からレンタカーを借りてね、東北一周するということを伝えさせていただいて、仙台に戻ってきました。で、今いるのが仙台市内のホテルということで、ちょっと広めの部屋です。36、40平米ぐらいあるのかな。で、こんな感じでツインベッドをシングルユースということでね、自分一人で使ってます、寂しながらね。で、ここのところを見ていただくと、まあ夜景なんだよね。夜景という仙台の夜景が結構高層階にあって、夜景が結構綺麗に見えてね、なかなかいい感じのところです。で、今までのこの工程と、まあ、仙台到着したってことをご報告と、今までの工程とね、そしてこれからの工程に関してお伝えさせていただきたいと思います。本来であればね、まあ、北海道の時もそうなんだけど、結局1ヶ月借りて、それであとはまあ終わる予定だったんだけど、東北も同じくだったんだけどね、結局時間がないことに気づきました。東北も結局、行くところとしてはね、宮城、岩手、青森、秋田、山形、そして福島、新潟、北陸、あ、新潟と、都内のね、この北陸、東北って含めたら、そんな1ヶ月じゃ回れないってことを気づいてですね、途中で延長することにして、結局合計で2ヶ月、あと1ヶ月今日ね、延長したんです。なので合計2ヶ月間レンタカーを借りてということで、東北の北陸ね、行く感じです。やっぱりそのくらいないとね、正直ないし、日本一周といったって、やっぱり一県に対して一都市とかだと、ね、なかなかわからない面もあると思うんですね。北海道もかなりくまなく行きましたね。東北の地方の県各県も、ね、いろんなところ行きましたけど、その中で撮影も兼ねてということでね、やらさせていただきました。1ヶ月前に仙台、11月7日に出発して、そこから気仙沼に行き、気仙沼に一泊、その後、岩手県入りしてね、半分で岩手県ということで40都道府県目ということで、岩手県の一関に2泊しました。で、そう考えてもあっという間だよね。一関から平泉ということで、平泉がね、あの奥州藤原氏の平泉という中村寺ありますよね、世界遺産登録のね、あるゲイビ系とか、そういったところに行き、わんこそばも食べて、そこから、花巻温泉、花巻に行きました。で、花巻から東濃に行きね、宮沢県知関連でやった花巻見たんだけど、これまだ連絡してないんだけど、で、そこから東の語り部ということで、おばあさんの語り部を聞き、そしてそこから釜石ね、釜石なんかも結構震災で被害あったところなんだけど、海鮮などを食べ、釜石から宮古経由で盛岡に行き、つなぎ温泉というのが泊まったんだけどね、温泉街に泊まって、ちょっと市街地から離れてるんだけど、盛岡に関しては3泊で、そこからまた宮古に戻って、宮古に1泊で、宮古から、八戸、青森県入りということで、41都道府県目青森県ということで、青森県の八戸市に行きました。で、八戸市に、到着して、ここは1泊、そこからむつ市ということで、むつが2泊ね、しました。むつに行った時に大間とかね、下北半島までは結構いろいろ行きました。それぞれ本当にやってれば行きたかったんで、ね、で、そこからむつの後は、青森市に移動し、1泊、青森市は1泊ですね。で、ねぷたのね、その海岸とか見に行ったりとかして、あとはあ の, のっけ丼っていうね、海鮮丼があって、それを食べに行ったりもして、そこから弘前市に行き、弘前は3泊ですね、まあ、このチャンネルご覧いただいている方、インスタなどで、フォローしていただいている方と1名ずつね、別々の日にお会いしたんだけど、で、そこから酸ヶ湯ということで、また青森市、それは酸ヶ湯青森市ですが、青森市に行き、そこから十和田湖のところに行きという、奥入瀬か、まず奥入瀬渓流温泉ね、十和田湖温泉号だったら奥入瀬渓流温泉って名前変わったんだけど、こっちからね、奥入瀬渓流温泉に行って、そこから十和田湖のところにある温泉旅館に泊まり、そこから、ちょっとそのあっちのタッピ崎まで行けてなかったんで、タッピ崎、津軽半島北上してタッピ崎の方まで行ってね、五所川原曲がって行ったんだけど、で、そこから下ってね、その日は420キロ転車しましたね。秋田市に行き、秋田市に3泊、そこから由利本荘とか男鹿半島に行き、その後角館で行ってね、乳頭温泉と田沢湖などを訪問し、そこから角館で1泊、その次の日横手、湯沢、そして、
山形県入りということで山形の酒田市に入りましたね。酒田に2泊、そこから鶴岡市ということで1泊で山形が、3泊して山寺とかね、もしくはその鶴岡から出羽三山行ってね、市街地から、で今日、仙台に戻ってきたところです。今後の日程と本来ここで大体全て北陸とかね東北回る予定だったら結局時間がなくてね回れなかったんで、まああと1ヶ月かけてね、回っていく予定です。今後の日程としてあと1ヶ月の日程としてはどういうふうにするかっていうとですね、宮城県、まずは石巻、ね、震災のからもう10年経ちます。その中でどのようになっているかっていうところを見たいというのもあり、視聴者から要望もありね、石巻方面に行きます。あと牡鹿半島でそこから鳴子温泉ね、こけしで有名な鳴子温泉行って、鳴子からもう一度山形戻ります。ね、芋煮食べたいから芋煮はその時食べようと思って、あとそばももう一回食べたいです。で米沢ということで米沢に行き、米沢から、そこから福島市に行きます。で福島から、会津若松に行き、会津若松を拠点にして喜多方とか猪苗代湖とか大内宿とかね、まあ、あの辺りを行き、まあ、他にもいろいろ行きたいと思って、そこから新潟に入る予定です。福島までは全部予約してるんだけど、新潟からはまだ予約してないので今日に予約しようかなと思ってます。新潟、新潟県で訪れるのは新潟の広いところだからね、あの面積で5番目で大きなところだから、まあ、本来結構東北と同じようにね撮りたいんだけどね、まあ6日間になるかなって感じがします。本当は、ね、10日ぐらい撮りたいんだけどね、とかね。なので新潟が3泊にしようかな。で、あと長岡が2泊、あとはあっちのどこだ、富山県側で1泊しようかなと思ってます。合計で5泊6日、あ、6泊7日か、1週間考えてます。で、富山に関しては4泊5日と考え、富山市とプラスアルファで高岡に行こうかなと思って、そこから、合唱作りとかに行こうかなと思ってるんでね。その後、岐阜県警で自分の地元ちょっと帰ってて、年末年始はね、自分の地元で過ごして、そこから年始が明けて、茨城に行き、茨城行ったことないんですよ。だから、福島行ったことあって、次が今43都道府県目ね、で44都道府県目初めて行くのは新潟、45都道府県富山行ったことは45で、茨城が46、47はじゃあどこか佐賀なんですね。ということで、そこから茨城に行って、福島のいわきに一泊でもしようと思って、そこからね、仙台で車返そうと思ってます。で仙台にまた数泊してという形ですね。そのあとまた戻っていこうと思ってて、そのあとまた西日本と考えてます。感染者が少ないところでね、ということで、無事に、仙台東北をね、福島抜かして東北、終了しましたということで、まあ、まだ宮城も終了するんだけどね、これからまあ米沢も行きますからあれですけど、まあ、とにかく無事に1ヶ月降ることができたということで、まあ早ね北海道から始めてそのまま山梨と静岡県でも行ってたので、早3ヶ月は経ってます。その3ヶ月ずっといろいろと回ってるとすごいなって感じです。でも去年はね中南米を半年間行ってましたから、それに比べたらまあそれと同じぐらいになるかな、結局日本全部回るとしても、ね、まあほとんどもう39都道府県回ってる状態だったんで、北海道だけ1ヶ月3週間過ごしましたからね。ということでこの日本という国は非常に魅力が多いということで、これからもね魅力を伝えていきたいと思っています。また今週末ね、米沢でやろうかなと思ってるんだけど、生配信やらさせていただきたいと思ってますので、ぜひ時間ある方はお越しいただければと思います。